ャブレタの担当だ。さて日本ハムはエースを攻略できたのか。気づいた方もいるだろう。サヨナラの一打を放つのは稲葉篤紀。今明かされる稲葉のエース攻略法とは。まず斉藤和美に聞いてみた。ズバリ相手バターにされて嫌なことは。嫌なの、相手バッターに何かを徹底されること。例えばミスターリーグで、バッターに、まあ、そういうことはピッチャーにとっては、嫌なことを一つ、まあ、あとは絞られてまたというところは、その一発の怖さみたいな感じですけど、グシュ、そう徹底されるのがピッチャーにとって嫌なもの。この試合でもそんなシーンがあった。まず、エマラネ、今回、先頭の稲葉。3球連続のファールを打たれるなど、打ち取るまでに8球を費やし、続くバッターは新庄。ファールで粘られ、ファールで粘られて、球場の雰囲気というのが変わっていないですね。斉藤は当時完投を目指すなら1イニング12から15球の理想と考えていたが、この回だけで実に28球を投げさせられている。そして2つ目の嫌なのは球種を絞られる。それはあのサヨナラの場面、バッター稲葉がまさに実践していたことだ。あのサヨナラ、はい、斉藤和美投手といえ、ですけども、このフォークボールを振らされてしまった。続いて第2打席です。はい、第1打席フォークでやられていましたので、まあ、フォークボールを少し意識をしていました。はい、またこのフォークボールで問題してしまいますので、しっかりと言うけども、ワンアウトとしても抜けられます。こちら第3打席です。ゴロを出されてるんですけども、まあ、今度はフォークボールでゴロを打たないように意識したんですよね。まあ、そしたらもういい感じではあったんですけども、まあ、打ち上げてしまって抜けられました。そして9回、こちらサヨナラのチャンスでの第4打席です。はい、3打席目までずっとフォークに問題したんですけども、まあ、今回は必ずフォークを投げてくると思ったんですよね。まあ、このままではもうどうぞとかじゃなくて、とにかくフォークボールを返すことだけを考えて集中したんです。まあ、そして1球目なんですけども、これストレートの1球なんですけども、これすごい速かったんですね。そして9球目なんですけども、やっていたフォークが来るんですよね。まあ、決してこれ見ているところはないんですけども、サヨナラ勝ちを狙ってくれました。まあ、このフォークに絞っていただければ忘れとったフォークが1試合を勝たないといけないんですよ。でもその1試合だけでは勝ち上がれない。その後に何かピッチングそういうところも、エースと言われる
ところは確認できないかなとは思いますが、稲葉さん、斉藤さんががっくりした方ばっかり一緒に伸ばして、はい、誰がこうそうしたのか絞り込んでるっていうのが印象が極端になってると悔しいですね。そうですね、あのスタッフの方もですね、僕が打ったの知らなくてちょっとショックを受けました、ね、あの斉藤さんがあの時のっていう、でも今見たしましたから。I don't buy it. The American people, the EPA, and their counterparts around the world have been defrauded by Volkswagen. 一方で、大越社長は組織ぐるみでの不正については否定。Supervisory board meeting has engineers who put this in for whatever reasons. その上で排ガス規制に対しつつコストを抑えるためのプレッシャーがあったのではとの見方を示した。さらに不正のあった自動車のリコールは来年から段階的に行うとした上で、全て完了するまでに1年以上かかるとした。参加した議員は、2時間以上にわたった公聴会、大越社長は信頼回復に向け全力を尽くしていると強調した。 Do you think you can regain the trust of the consumers? Yes, definitely, sir. Why do you think so? Because we're working hard to fix this issue. フォルクスワーゲンの言葉は消費者に届くのか。今回のこのフォルクスワーゲンの不正を発見したのがアメリカの規制当局です。その担当者がフォルクスワーゲンにどう不正を認めさせたのか、攻防の裏側を取材しました。カリフォルニア州大気資源局、フォルクスワーゲンの不正を暴いた実験施設です。こちらが施設の内部です。テストを受けているのは車だけではありません。こちらには芝刈り機があります。そしてバギー、ミニバイク、アメリカ中のあらゆるエンジンが試験を受けています。試験の対象になるエンジンの数は1年におよそ400種類にも上ります。その経験とノウハウを生かし、不正の動かぬ証拠をつかんだのです。担当者が嘘を繰り返すフォルクスワーゲンの攻防の内幕を明かしてくれました。2014年にウェストバージニア大学と研究をしたのですが、一部の車が一般道や高速を走っている時に排ガスのレベルが非常に高いことが分かったのです。排ガス検査と明らかに食い違った実験結果、25人の乗
調査チームを編成し、フォルクスワーゲン社への集中的な調査に乗り出します。2014年春、フォルクスワーゲンを呼び出し、実験結果に対する説明を求めました。すると、彼らは我々のデータの取り方も結果も間違っていると主張していきました。フォルクスワーゲン側は固くなり実験結果を否定。その後も話し合いのない意気込みを述べ、抵抗してきたといいます。2014年秋、フォルクスワーゲンは一転して問題解決のためにディーゼルエンジンにリコールをすると当局に伝えてきました。ところが、リコールした車もまた基準を大きく超える窒素酸化物の排出量があったので、彼らにリコールで解決できていない、何が起きているのかと聞くと、再び抵抗してきました。抱いた調査チームは独自の実験方法でコンピューターが発信する不思議な信号の存在に気づきました。そしてそのためにある罠を仕掛けたといいます。車に外を走っていると信じ込ませる仕掛けを実験装置に仕込んだのです。すると車は非常に高い排気ガスを出し始めました。実験場の中にいるにもかかわらずね。結果を突きつけられて、ようやく9月、そうですからもノウハウを共有したが相次いでいるといいます。はい、このあと公聴会でどこまで真相が究明されるかですね。そうですね、まあ、あのフランクフルト・アルゲマイネというですね、新聞にですね、本体の CEO の、マティアス・ミュラー会長がですね、はい、インタビューに答えているんですけども、そこでもやはりその少数の問題なんだ、少数の技術者による問題なんだというふうにおっしゃっているんですけど、ただ逆にその少数の技術者の問題で1100万台もリコールが起こるんじゃないかというと、今度はこれコーポレートガバナンスの問題になりますから、そういう意味ではですね、その公聴会もそうなんですけども、やはりこれからアメリカのですね、それから司法当局が調査と捜査に当たることになると思いますから、はい、やはりその過程を待たなきゃいけないということだと思います。あのインタビューにお答えいただいたアメリカ規制当局の担当者の方は、まだですね、あの他のディフィートデバイス、つまり不正装置が隠れている可能性もあるので、はいはい、それも含めて調査中だという話をしていたということなんですが、はい、多分まあ、これから5つポイントがあってですね、1つはなぜその不正が起こったのかということを、まあ、仮の不正が本当に起こっているのかということです。2つ目は誰が関与したのか、はい、そして3つ目にはなぜ止められなかったのか、4つ目には車の購入者に対してどう対処していくのか、それと5つ目にはどう今後防止をしていくのか、まあ、この5つのプロセスをですね、今後しっかりと、まあ、対応していかなければいけないということになると思いますね。ただこの公聴会、少し冷静に見なければいけない部分もあるんです。そうですね、これはまあ